はい、新しい農園370何日か380何日目かでございます。日付で言うと5月29日ですね。2022年の5月29日にやってますけど、昼ご飯をね探しに出てきたんだけど、昼ご飯にできそうなものあんまないな。よく見るとないな。のこのことやってきはしたがって感じになってるかな。ちょっとこの辺の豆を拾いますか。食べれそうだな。3つぐらいしかなかった。ちょっと茎ブロッコリーと思いますね。つってもこのぐらいしかないか、この辺ぐらいしかないか。暑い、とにかくめちゃくちゃ暑い。どう収穫できるのはこれぐらいしかないですね。これなんだっけ、セロリ。セロリ、あ、めっちゃセロリだ。セロリは苦っ。あー、ダメだ。これを昼ご飯には使えないよ。トマトもまだだし、ナスもまだだし、いやこんだけだな。はい、頑張って収穫したけどこんだけでした。これで昼ご飯作ります。はい、こちら先ほど取ってきた野菜たちです。こんだけしかないですけど、これで昼ご飯を作っていこうと思います。こちらに、こちらに国産豚軟骨スライス、これを入れていきます。野菜はね、この豚軟骨が出してくる水分で蒸されていくことでしょう。順番むちゃくちゃだけ。はい、味付けに塩コショウ。はい、ちょっとネギ。大失敗だね。はい、ということで夏野菜のチャーハン完成。夏野菜って言ってもね、茎ブロッコリーとも目しか入ってないけどね。ということでいただきます。うまい。はい、ごちそうさま。また来週ね、もっと美味しいものを作れたらいいね。ほなほな。